お元気ですか？始まりましたアップカミ、ラベンダーの岡田まりなです。ギタースイートの長谷川萌実です。歌手の松原健史です。アーティストや制作現場にいろんな角度から密着、新たな魅力に接近してお伝えしていく番組、それがアップカミです。この番組だけの貴重な映像をどんどんお届けしていきます。どうぞ最後までお楽しみください。さて今回はですね、はい、バレンタインデーにアップカミということで、はい、2月14日はバレンタインデー、はい、ということで今回はバレンタインデーにまつわるあれこれについてお話ししてみようかと思います。本命チョコ、義理チョコ、友チョコ、逆チョコ、そして自分のために買うチョコなど、まあ、いろんなバレンタインがありますが、ね、松原さんはどうですか？こう僕の子供の頃はもう本当にやっぱ女の子が男の子に渡すっていうのしかなかったですよね。今でこそね、逆チョコとか自分のためになんて、当時はもう僕は子供の頃小学生ぐらいの時って、今からもう20年もっとか、今37歳なんで、どのくらい30年前そうそうそう、小学生1、2年だったら、そう30年ぐらい前なんだよね。でもそんな中、男の子から女の子になんかバラのちっちゃな置物みたいなのあげてた友達がいて、すっげえ進んでるなと思って、マセガキですよね、今そうですね、言うとすごいな、先取りしてますね、その子。いや、たくさんもらったんじゃないですか、ね、ま、子供の頃はね、運動もできなかったし、そんなに目立たなかったんで、ギリチョコばっかりでしたね。あら、じゃあ、萌はどう？あげて、あげたことある？あ、私はもう、なんだろう、友チョコ世代っていうんですかね。はあ、もうそうね、私たちは友チョコ世代かもしれない。うん、そう、だから今は、なんか世話チョコとか社交チョコとかいっぱい種類があって、わけはわかんないですね。そう、いっぱいあるんです、今。へぇー、びっくりして。そうなんだ、うん、私は結構あの毎年ラベンダーのメンバーには手作りで、手作り、そうなんです、会社の人とかにはちゃんと買ったのを渡すんですけど、メンバーには絶対手作りにしてて、なぜかというと、あの昔にこう失敗したというか、なんか美味しくないみたいに言われたことがあって、なんか聞いたことある。それをこうお面を晴らすために毎年毎年送ってるんですけど、手作りで、今年もね、ちゃんと考えてますよ、もう。あ、本当、早いね。そうなんです、やっぱ私あの2回くらい練習の日を作るんで、かなり入念に入念にやってるのに、あの人たちには全然感謝されないんですよ。むしろ手作りじゃないのがいいみたいに言われて、買ってくれよみたいな、いいやつ、美味しいやつ、買ったら絶対美味しいんだからみたいに言われるんですけど、本当にちょっと分かってないですね、分かってない、メンバーへの私からの愛を、ちょっと私もじゃあ食べてみたい。あ、僕もなんか買ってちょうだい。買ってじゃないですよ、ちょっと2回今作って準備するって言ったところなのに、じゃあ持ってきますね、お二人にも。もう手作りがいいかな、世話チョコだね。じゃあ世話チョコ、そうですね、じゃあちょっと今年もあのそれこそインスタグラムとかにも載せるんで、あ、そうだ、ぜひチェックしてください。はい、ということで今回もアプカミ楽しくお送りしていきましょう。お届けするのは椿ファクトリーの映像です。今回は2月22日リリースのメジャーデビューシングルから、うるわしのカメリア、ミュージックビデオ撮影の裏側をご覧いただきます。どうぞ。今回あの曲をいただいた時に、歌詞の方が何ですかね、昔の金遣いといいますか、なんか大正時代のような、大正ロマンのようなものをちょっと感じたもので、何かそういったコンセプトでできないかなということを最初ご提案させてもらいました。プラス、歌詞の内容的に、まあ、勉学に励む少女たちが芸能を目指すというようなものがありましたので、昔の大正時代のような衣装の、設定と現代の、高校生が、授業をサボって踊ってたりとか、なんかそういったイメージで、組み合わせてうまくミックスできないかなと思いまして、はい。これは
肉しか取りませんので、はい、ぜひ、はい、一発入魂で、はい、お願いします。お願いします。海も角にも麗しかメリア、友ときかメリア、私もなりたい大スター。じゃあまずはダイエット、いやいや学問、数えきれないよ願望。くるる頂上は三つつぼみ、またどんな一時。なんかカメラを見てない時にちょうどドアの、なんだろう、このドアについてる窓から自分が反射して見えてたので、それで自分確認しながらとかやってたんですけど、なんかちょっとこの曲は結構可愛くてなんかノリノリなので、そのなんか手とかつけやすかったんですけど緊張しました。はい、私は MV 撮影は初めてなんですけど、どうしたらいいか最初もすっごく不安だったんですけど、今終わってとっても楽しかったし、なんか何回も撮りたいなって思いました。私は初めての MV 撮影で本当に何をやるかも全く分からなくて、もうずっと足震えてて、もう昨日の夜からずっと緊張してたんですけど、まあ、いざやってみてやっぱ本当にやっている時も緊張してて、でもまだいっぱいいろんな撮影があるので、これから頑張っていきたいと思います。椿ファクトリーとしてはこういう可愛らしい楽曲は初めてなので、こんな椿もあるんだなって皆さんに思っていただけるように、新しい一面を見せていけるように頑張りたいなと思います。今回学校が設定だったので、グラウンドの方で、撮影いたしました。そこで、そのグラウンドの方でドローンの方を飛ばしまして、なんか今までに、あまりダンスシーンでこれまでなかったような感じで、見せることができないかなと思っていくつか、はい、チャレンジさせていただきました。はい、はい、止めます。ありがとうございます。使ってきます。ドローンはプロの方が操縦してますんで、ぶつかることはないと思います。私のカメリア、君だよカメリア、本当に
なんかドローンを見たのが私初めてだったので、うん、そう初めてだった初めてそう多分みんな初めてだったと思うんですけどなんか結構風とか来て最初びっくりしたんですけどでも楽しかったよね寒かったけど踊ったら暑くなりました暑くなった最初の曲の始まりがですね、まあ、ラジオボイスといいますか、なんか蓄音機から出てるような、懐かしい感じがしたので、まさしく時代も、そういった服装がいいんじゃないかと思いまして、ちょっと古めかしい感じで、撮影いたしました。やっぱり昔のフィルムってちょっとコマ落ちしたような人物が早送りで動いてるような、イメージが強いと思ったのでそのようなことを、やるときに、ただ単に歌ってるものを早送りするだけだと、ちょっと雰囲気出ないかなと思ったので、撮影自体を遅い、スピードで撮影してそれを早送りすると、なんかカタカタした人間の動きに見えると思いましてカメラもなるべく動かさず X で、はい、撮影してみました。麗しのカメリアという曲のミュージックビデオ撮影をしたんですけど、
この曲は今までの椿ファクトリーの楽曲の中でもすごく明るくて、とてもなんか笑顔になれて、私たち踊ってる本人もすごく楽しくって、あの振りとかもすごく可愛い系なんですよ。だからそういうところもなんか新鮮な椿ファクトリーをお見せできるんじゃないかなって思います。ご覧いただいたのは椿ファクトリーで麗しのカメリア、ミュージックビデオ撮影の裏側でした。椿ファクトリーは2015年の4月にハロープロジェクトの研修生によって結成された9人組のグループです。前回はレコーディングの模様をお届けしましたが、初恋サンライズやジャストトライとは一味違ったレトロで懐かしいムードが素敵な楽曲になっています。はい、まあ、今回、あ、じゃあ前回に歌詞の、ね、話をちょっとしましたけど、はい、まあ、ちょっとあの昔の言葉というんですか、はい、はい、まあ、大正ロマンを感じさせるとね、まあ、おっしゃってましたけど、監督もなんかそれにぴったりな本当にミュージックビデオにね仕上がってましたね。衣装も素敵でした。みんなすごい似合ってて、ね、可愛かった。本当可愛かった。なんか大正からタイムスリップしてきたかのような感じで、ねえねえねえ、すごい楽しいミュージックビデオですね。すごいね、あのドローンを使ってってすごいですね。今すごい技術ですね。技術の発達にびっくりした、はい、それにしかもあの早送りするとああいう風になるんだね。ですね、こうゆっくりゆっくりやっといてね。すごい、ほんとすごい。映画みたいなね、昔の。そうですね、はい、もうこのミュージックビデオもなんと公開されているということで、はい、はい、すぐにでもチェックできます、はい、ハロープロジェクトに新しい風を吹かせる椿ファクトリーのメジャーデビューシングルは、うん、初恋サンライズ、ジャストトライ、麗しのカメリアの3曲が収録されています。リリースは2月22日です。お届けするのは吉川優さんのライブ映像です。1月28日に原宿アストロホールで行われた公演をご覧いただきます。どうぞ。
ご覧いただいたのは吉川優さんの原宿アストロホールでのライブ映像でした。はい、この日の公演は吉川優ライブツアー2017 UUU のファイナル公演でした。いやまさにファイナルといった感じで盛り上がってましたね。気合が感じられましたね。そうです、ファイナルやってきたみたいな。いや本当にバンド編成でのライブはやっぱり一味違いますね。そうですね、いいですよね。吉川さんはねやっぱバンドのボーカル似合うね、ねすごいもうハマってます。いいなんかやっぱ力強さも本当に持ってるし、やっぱ吉川さんって MC とかもねやっぱいつもすごく見てて上手だなと思うので、面白いですよね。なんか盛り上げ上手だから、なんかバンドとかでやってるとまたそういうのも引き立つというか、なんかバンドとかってさ喋ってると MC で自分がやっててよく思うのは、なんか面白いこと言った時にこう鳴らしてくれたりとかして、わかる、あれすごいですよね。そう、吉川さんのライブをバンドで私も見てみたいと思った。なんかそういうのが鳴ったらめっちゃ吉川さんの話ってもっとバーンって面白いかなって思うから、確かにまたやってほしいです、ね、バンドでのツアー、ちょっと見に行きたいな。はい、一つのイメージにとらわれることなくさまざまな表情を見せてくださる吉川優さん、今後の活動も要チェックです。お届けするのは中島拓衣さんの映像です。今回は昨年10月に行われた公演から3月8日発売の最新シングルにも収録されているタラレバのライブ映像をご覧いただきます。どうぞ。信じてたらあのままやめなければ早く気づいていたら直感にしてやっていればこうなるとしていたら今よりマシだったのか。どうしても思い出すな、どうしても一人になるぞ、どうかして忘れたいのに
タラレバっていう曲が今回ニューシングルのカップリングナンバーとして、入っておりますが、去年のもう夏のツアーからもう新曲としてプレイをしていたので、僕のファンの方々はライブに来てくれた人は覚えてくれてるかもしれません。まあ、どんな曲調かというと、もうすごくなんつうんだろう、まあ、ダンスチューンですけど、ジャンルでいうと多分アシッドジャズってやつになるのかな。4つ打ちのディスコナンバーなんですけど、すごくマイナーで、これにカルテットをもし入れたとしたら、アレンジでもう完全にやっぱジャミロクワイみたいな感じになる、曲調だと思います。なんと言いますけど、どうしてもイギリスの音楽が、好きだから、こう明るい感じというよりかはこう暗いんだけどマイナー調なんだけど熱いって言われる、そういう曲調で、で音数も極端に少ないです。もう若かりし頃はたくさんダビングしていっぱい音あって重み厚みヘビーにすることを考えてばっかりいたんですけど、今はとにかく軽くていいというか、隙間あってなんぼというか、全部の音が、聞こえる、収録されてる音が全部聞こえないと結局意味ないなっていうふうに最近思うようになってきたんで、すごくなんていうのかな、疾走感あって大好きな曲です。詩はまあ、タラレバっていうそのタイトル、その名の通りなんですけど、こうしてたらとか、ああいうふうに思ってればみたいなことを後悔しながら、そういうふうに後悔したってどうにもなりゃしないのにという、まあ、ジレンマというか、そういう主人公を描いた歌になっております。ご覧いただいたのは中島拓衣さんでタラレバのライブ映像でした。このタラレバは昨年の夏のツアーから新曲として演奏されてきた楽曲で、ファンの間でも音源化が待たれていたナンバーです。3月8日に発売されるニューシングル、我が子に捧げるパンクソングの2曲目としてついに収録されます。まあ、タラレバーって今結構ね流行ってる言葉ではありますけれども、はいはい、まあ、何々をしていたら、何々をしていればなど、まあ、変えられない過去を悔やんだりすることを表す言葉ということで、タラレバーなんかある、はい、何々してればみたいな。もうそれそんなんばっかじゃないですか。でもいっぱいあるか、ね、いっぱいありますよね。今日もなんかヒール履いてくればよかったとか思いましたもんね、写真と、うん、撮るときにね、ついね言い訳したがりますよね、やっぱり、ね、ますよね、あだったらなとか。確かに、最近知りました、タラレバっていう言葉を。あ、本当、はい、その話題になってるのでやっと知りました。だからすごい、なんだろう、なんだろう、この歌もな、新しくこうタラレバっていう言葉をなんかこう、ね、自分にこう教えられてるような感じで、はい、楽しめましたね。たくいさんの目のつけどころってやっぱりすごいですよね、うん、こういうなんかこう誰もが思ってるような、うん、なんかでも人に言わなかったりとかするようなところをガンとついてくる歌詞が多いから、うん、なんかすごく共感できるなと思います。たくいさんの最新シングル、我が子に捧げるパンクソングは3月8日発売となります。リリース直後の3月12日には新宿ロフトでスペシャルライブも行われます。この日は昼公演が女性限定、夜公演が男性限定となっています。詳しい情報はたくいさんのホームページをご確認ください。お届けするのはアプカミ独占のレコーディング映像です。今回は2月22日リリース、ツバキファクトリーのメジャーデビューシングルから Just Try、 ボーカル編をお届けいたします。どうぞ。世の中情報だらけ、楽しい時もつかの間、嫌なこと耳に入る、死なぬが仏なのに、世の中情報だらけ、誰と誰が恋して、誰と誰が別れて、人のことが気になる、人のことは楽しい、人のことが気になる、人のことは楽しい、
ちと希望を少す方法気持ちを切り替えるしかない。ほらほら不思議でしょ。ほらほら不思議でしょ。嫌い嫌いってたって好きにはなれない。ぼやいたって仕方ない仕方ないけど、寒い寒いってたって熱くもならぬ。人間とはいかなるものか。ぼやいたってぼやいたって人間とはいかなるものか。嫌い嫌い言ってたって好きにはなれない。ぼやいたって仕方ない仕方ないけど、寒い寒い言ってたって熱くもならぬ。人間とはいかなるものか。Just try, just try, just try your faithきっと何か掴むさ、さ。Just try, just try。とにもかくもやってみなきゃ始まんない。Just try, your best。ダメ元でもいいじゃん。Just try, just try。十分人いれば十分の意見が口。Just try, your best。きっと何か掴むさ。十人いれば十分の意見があるし。ありがとうございました。はい、今レコーディングが終わったんですけど、この曲はもらった時からリズムがすごい難しい曲だなっていう風な印象を持っていて、でもすごくかっこよくて、だからちゃんと歌えるようにレコーディングで頑張ったんですけど、やっぱり2拍3連のリズムとか、あとは16ビートを普通に取るのも難しかったり、これからリズムを頑張っていきたいなって思いました。はい、頑張ります。しなきゃいけないことはなかなか腰が重い。しなくていいことなのについついやってしまうね。すいません。しなくていいことなのに、しなきゃいけないことはなかなか腰が重い。しなくていいことなのについついやってしまうね。責任だけが腰かかって、権限なくて何も決まらん。ほらほら不思議でしょ。ほらほら辛い辛い言ってたって楽にはなれない。嘆いたって仕方ない、仕方ないのに。ハッピーハッピー言っていたら楽しくなるよ。言霊とはいかない力。辛い辛い言ってたって辛い辛い言ってたって楽にはなれない。嘆いたって仕方ない、仕方ないのに。ハッピーハッピー言っていたら楽しくなるよ。言霊とはいかなる力。 Just die, just die, just die, yeah baby.Just like, yeah, best. Just.
いいじゃん。じゃあさじゃあさ夢があればそれだけで頑張れる。じゃあさ Yeah bad きっと何か掴みさ。自分に言えば自分の意見があるし。ありがとうございました。レコーディング終わりました。今回の曲はすっごいリズムが難しくて、あのすごいリズムの、あの私がちょっとリズム取るのがタタタタタタタンっていうのがちょっと苦手なので、いい課題になるなって思うのと、あとはちょっとかっこいい曲なのでかっこよくやっていきたいなって思います。楽しい時もつかの間、嫌なこと耳に入る。知らぬが仏なのに、世の中情報だらけ。人のことが気になる、人のことは楽しい。稼いでたよりや赤いなのは、事実ありきの盛り話。ほらほら不思議でしょ。嫌い嫌い言ってたって好きにはなれない。ぼやいたって仕方ない、仕方ないけど。寒い寒い言ってたって熱くもならぬ。人間とはいかなるものかい、人間とはいかなるものか。ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、やべえ。ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、やべえ。人間とはいかなるものか。ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、とにもかくもやってみなきゃ始まない。ジャスト・ライト、やべえ、ダメ元でもいいじゃん。ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、十人いれば十の意見があるし。ジャスト・ライト、やべえ、きっと何か掴みさ。ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、今日ダメでも明日ならできるかも。ジャスト・ライト、やべえ、ダメ元でもいいじゃん。ジャスト・ライト、ジャスト・ライト、夢があればそれだけで頑張れる。ジャスト・ライト、やべえ、きっと何か掴みさ。十人いれば十の意見があるし。十人いれば十の意見があるし。意見があるし。十人いれば十の意見があるし。ありがとうございました。レコーディング終了しました。あのこの曲は、あの普段私の声はどちらかというと可愛い声って言われるんですけど、この曲はなんか太い声とかもっと声を張ってってすごい言われて、そこに苦戦したんですけど、この曲の歌詞にはなんか本当に共感できる部分がたくさんあって、あの歌詞の一部でなんかダメ元でもいいじゃんとかそういうところもあって、なんか私たちになんかエールを送ってくれてる歌詞だなって思うので、もっともっと練習していい曲にしていきたいなって思います。ご覧いただいたのは椿ファクトリーでジャストトライボーカルレコーディング編でした。このジャストトライは
作詞作曲がつんくさん、うん、編曲を大久保香織さんが担当された楽曲です。今回はボーカルレコーディングをお送りしましたが、はい、つんくさんがブログのライナーノーツで、はい、現時点では頭一つ抜け出しているという印象、力強くリズムもよく曲をよく理解して歌っている、デビュー作には普通選ばない作品だからこそ面白い仕上がり、歌詞的にもかなりひねくれたことを歌っているので、新人としてはかなり面白い立ち位置からのスタート、何か持ってるのかもなと絶賛のコメント、はい、ということでですね、まあ、この曲多分聴いてもかなり難しいっていうのは当然伝わると思うんですけれども、ただ難しいのにすごかったですよね。言葉一つ一つ、多分なんかこう流れて歌ったら何も聞き取れないような歌詞だけど、なんかこう言葉がちゃんと入ってくる歌い方がね、すごく上手というか、そうですね、そういう印象を受けました。難しいのにすごい落ち着いて、なんか自分なりにこう解釈して歌ってるっていうのがすごい伝わってきて、確かにもう本当すごいです、ね、尊敬します。なんかこう椿さんの曲、このメジャーデビューシングルの曲聴いてきましたけど、本当に三者三様っていうんですか、全部違って、ねえ、なんかこんなに広がるこうジャンルを持ってる人たちも珍しいというかね、本当に。しかもそのなんていうんですか、なんかこう淡々とした3つじゃなくて、なんていうのかな、本当に端っこと3つみたいな本当はなんかオールディーズなすごい可愛らしい曲だったり、こういうねクールでね、ちょっと強い感じっていうのかな、すごいいいなと思います。楽しみです ね、はい、そんな椿ファクトリーのメジャーデビューシングルは、初恋サンライズ、ジャストトライ、うるわしのカメリアの3曲が収録されています。こちら2月22日リリースとなっています。アプカミ独占のレコーディング映像企画、次回もどうぞお楽しみに。お届けするのはチャオベンラチンクエッティのライブ映像です。1月15日に初代ドアーズで行われた公演から旅の真ん中をご覧いただきます。どうぞ聞いてください。旅の真ん中、夢見てる旅の真ん中、なんだかんだワクワクします。そう夢見てる女、
ご覧いただいたのはチャオベンラチンクエティで旅の真ん中でした。旅の真ん中は2007年6月ザ・ポッシボー時代に発表したシングル夏のトロピカル娘に収録されている楽曲です。はい、作詞作曲はツンクさんで、夢や人生が旅に例えられて前に進んでいくための力をくれる、そんな楽曲なんですけれども、いかがでしたか。メロディーがいいなと思って、もうすぐ一回聴いて覚えちゃうような、そうですね、はい、本当に明るくて耳にこう残るというか、心に残りますね。そうですね、ここクールでセクシーなイメージでしたけど、一転して確かにまっすぐなメッセージという、つんくさんのメロディーいいです ね、 はい、 そうですね。いかがでした、若まりさん。あのね、衣装がすごい可愛かった。可愛かったね、私服っぽ っぽい感じで歌ってて、なんかこう等身大な感じがすごいして、やっぱりなんか衣装キラキラだとすごいな、憧れみたいになるけど、はい、ああいう風に着てくれてると、なんかこう同世代の女の子が歌ってるみたいな感じで、確かに身近に感じられるね。はい、わかりますね。チャオベンラチンクエティの皆さんは3月12日日曜日から2017年春のツアー、このツアーでもろもろ決まりますを開催します。何か決まるんです ね、 ね、初日はなんと台湾公演からのスタートです。すごい、詳しい情報はチャオベンラチンクエティのホームページをご確認ください。お届けするのはアップアップガールズ過去仮のライブ映像です。1月7日に秋葉カルチャーズ劇場で行われた公演から養老をご覧いただきます。どうぞ。
ご覧いただいたのはアップアップガールズ（仮）でヨーローのライブ映像でした。ヨーローは2016年10月にリリースされたシングルで、バンバンバン君という仮説の通常版 A に収録されている楽曲です。この日は佐藤綾乃さんの生誕公演で、以前の配信では佐藤綾乃さんのソロでの君という仮説のライブ映像をお届けしましたけれども、実は今回のこのヨーローという曲の作詞を手掛けたのも綾乃さんなんだそうです。多彩ですね。なんか前にね、はい、あの咲ちゃんと私結構仲良くて、はい、ご飯行ったりするんですけど、はい、森咲ちゃんと、はい、なんかこう自分たちの今までの歴史をこう、うん、綾乃ちゃんの言葉にして書いてくれてみたいな、素敵、なんか言ってた曲なんですよこれを。そうなんだ。そうだからなんか今ちょっと歌詞聞きながらそれ聞いてたんですけど、はい、やっぱりなんかこうこれじゃない、こうしてきた自分たちだから歌えるみたいな歌詞だなって改めて思って、はい、ちょっと綾乃ちゃんの凄さを感じました。すごく本当ですね、うん、この日は6人だったんですね。はい、そうみたいですね。残念ながらこの日は佐保あかりさんが体調不良で欠席されて、6人でのライブパフォーマンスとなったんですけれども、もう佐保さんの分もね、自分たちでコカバーしようっていう熱い思いもすごい伝わってきましたね。はい、アップアップガールズ（仮）の皆さんは2月25日土曜日に秋葉カルチャーズ劇場で定期公演を開催いたします。13時と16時、そして19時からの3回公演です。今後のライブも必見です。お送りしてきましたアップカミ、残念ながらお別れのお時間です。ここで、うん、まだまだ寒い日も続きますしね。はい、そうなんですよね。寒い北といえばね、なんだろう、北のなんだ、カナリアとかで、寒い北、あ、なんか聞いたことある、北のカナリア、僕の映画ですね、デビュー作見ましたよ。お、じゃーん、ちゃんと約束通り、やっとめっちゃ準備されてるじゃないですか、はい、めっちゃ持ってきてくれてますね。すごいナチュラルに私に運ぼうと思ったのに、みんななんかわざとらしいから二人とも見てくれたんですよ、これ、ね、いや、もちろん見ました、はい、ありがとうございます。すごいいい映画なんですけど、ちょこっと僕も出演させていただいて、ね、素敵な、本当に素敵な映画で、なんかこうどういう話か全然タイトルからわからなかったんですけど、なんかちょっとミステリアスな感じですよね。そうなんですよ。そうなんです。それぞれの絆とかすごい深く感じて、私 そんな深い絆ってこれから築いていけるのかなっていうような、いける感じです、ね、2人の、あ、私たちでここで絆、うん、いやでも私はこういう雰囲気でね、進んでいく映画がすごく好きで、もう映画しょっちゅう見てるんですけど、すごい面白かったと思って、で友達にも話したら友達も見てくれてて、そうなんですよ。映画通の方からちょっと素敵でした。ちなみに僕が出たシーンは分かったあ、もちろんあの巻き戻してみました。おうおう、そうなんですよ。ね、一回ね、夢中になっちゃって一回目は分かんなかった。いや、あの分かんない、そうです、すみません、分かりませんでしたけどすみません、あの松村さんから大体 その聞いてたじゃないですか、ね、うん、大体この辺で出てくるっていうのは、聞いてたので、もう一回巻き戻して、しっかりセリフも、すごい馴染んでて、松原さんが白衣もすごい似合ってましたよ。皆さん、白衣の王子、必見です、必見です。ぜひ見てください、はい、見てください、お願いします。ということで、そろそろ本当にお別れのお時間です、はい、番組へのメッセージ、ソングプラス U への投稿はこちらから。それではまた次回のアップカミでお会いしましょう。お相手は松原健と、ビタースイートの長谷川萌実と、ラベンダーの岡田真理奈でした。さようなら。